日本の長時間特別番組一覧 FNS の日、FNS の日は、富士テレビ富士ネットワーク系列各局が、毎年一つのメインコンセプトテーマを掲げ、1987年から毎年総力を挙げて制作、生放送されている長時間特別バラエティ番組。メインコンセプトテーマに沿った企画が行われるほか、 レギュラー番組の特別版や各時間帯の番組を内包したコーナーが組み込まれる。基本的に生放送であり、他のキー局の番組とのコラボレーション企画を行うこともある。メインセットを設けるスタジオは、河田庁舎奥第6スタジオ台場、FCG ビル V4 スタジオと広いスタジオを使っており、各コーナーは別のスタジオや、社内の廊下、玄関前などを使う。また、 番組中の提供クレジットは第1回から一貫して画面下部にアニメーション効果を加えた読み上げなしの特別仕様のものが使われている。1997年からは大半の番組が FNS27 時間テレビと称している。2007年以降制作著作は富士ネットワーク27社であり、クロスネットのテレビ大分以外の全局が制作局となっている。 富士テレビが1987年に次局の開局30周年を記念して企画されたバラエティ番組特別番組である。当初は1987年の放送1回きりの予定だったが平均視聴率が19.9%という高視聴率となり以後も継続して企画放送されている。2020年以降は 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により休止となっているが2021年は前述の理由で休止状態にある本番組に代わり8月28日29日に2夜連続計9時間制放送の長時間特別番組 FNS ラフミュージック歌と笑いの祭典が放送された放送開始当初はライバルの日本テレビを意識し24時間で放送が 始まったが23から25時間と各年で幅があった。1996年は10周年記念として29時間30分に増枠。翌1997年は27時間となり、その後は25から27時間で推移している。各年度ごとの詳細について、 1987年から1991年と1995年1996年は FNS スーパースペシャル1億人のテレビ夢列レットを1992年から1994年は平成教育テレビを1997年から2003年は1997年から2003年を2004年以降は2004年2005年2006年 2007年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年をそれぞれ参照のこと。2017年、2018年の収録放送に、移行の際は5つの部門に分けて、それぞれで優勝を決定する方式となっており、 部門優勝した5曲での決戦投票などは行わなかった。そのため、1回の放送で最大5曲の優勝受賞曲が発生することになった。現段階での最高優勝回数はいずれも4回優勝の秋田テレビ、関西テレビ、佐賀テレビ、ついで3回優勝の福島テレビ、テレビ新広島、テレビ愛媛。一方優勝が一度もないのは北海道文化放送、 らんぼテレビ、長野放送、富山テレビ、石川テレビ、山陰中央、テレビ、テレビ熊本、沖縄テレビの発局。ライバル番組である、日本テレビの24時間テレビ、愛は地球を救うの目玉企画、24時間チャリティマラソンに対抗し、2004年の FNS27 時間テレビめちゃに起きてる。楽しくなければテレビじゃないじゃん。で、加藤浩二が、 100キロマラソンに挑戦して以降、マラソン企画が複数回行われていた。また、長距離走以外にも番組前編を通じての企画をマラソンと称して行うことがある。歴代走者プロ野球中継オープニングの後に直前まで放送していたプロ野球中継を引き続き放送することが第1回からの恒例となっており、 番組の開始が18時代になった1996年から2003年は野球中継自体を内放した。2004年以降はプロ野球中継は行われていない。競馬中継 FNS 系列局では通常一部のつぼねを除いて日曜日の15時台に競馬中継番組を放送しているが当番組の放送日はその日に開催される重賞レースのみ実況中継する。 当日は通常競馬中継を放送していない地域でも放送する。また代替番組として BS 富士で BS みんなの競馬が放送される。F1 中継 F1 グランプリの地上波での放送を行っていた2011年まで日曜早朝にドイツグランプリなどの予選ダイジェストを録画中継で挿入する場合があった。 通常予選ダイジェストは決勝と異なり数曲でしか放送されていなかったが、この時に限り全国ネットで放送されていた。コーナー詳細は各記事を参照変わった超、お台場でやる回と通常放送で借りていた、スタジオアルタでやった回の両方ともある初期は土曜深夜と日曜、夕方のみだったが、1993から2000年は台風直撃や巨大地震、重大事件、 事故といった緊急速報時を除き日曜夕方のみとなっていた。2001年以降は通常の土曜深夜または日曜未明、日曜朝、日曜昼、日曜夕方の計4回ニュースコーナーが設けられている。キャスターは各々の定時ニュースの担当アナウンサーが務めることが多いが2000年代前半あたりまでは定時ニュース番組が当番組にコーナー参加したり、 番組出演者がキャスターや原稿読みに挑戦することもあった。なお、2011年まで日曜昼前と夕方のニュース番組を時差放送していた CS 放送、フジテレビ739、フジテレビ2ではニュース番組の時差放送自体が休止となるため、スポーツ中継がない限り番組ガイドに差し替えていた。以下はタイトルが付けられたニュースコーナー。 これ以外の年及び時間帯は FNN ニュースとなっている。スポーツコーナー放送前日などや放送開始直前にカスペや金曜プレステージ枠内にて次のような事前番組を編成することがある。ありがとうございます。